チャオス検索です。今日はですね、久しぶりです。はいですね、今日は久しぶりにねランチルーティンをしようと思います。でもうこのお店ね、もう今日で5回目ぐらいなので、もうランチルーティンのリストに入れてもいいだろうということで、やっぱりね通わない店だったらランチルーティンのお店に入らないんで、行ってみたいと思います。このお店はですね、イルパスティフィーチョっていう店だったかな。そうですよね、確か。で、僕のおすすめのねカフェのオーナーが開けたテイクアウトとかできるパスタ屋さんで、結構安いです。日替わりメニューとかもあるんで、早速それを食べに行こうと思います。でね、もしかしたらお持ち帰りするよりもお店でそのまま食べた方が量が多いんじゃないかと思ってね、ちょっとねお店では一回も食べたことないんで食べてみようと思います。さて今日は何があるでしょう。はい、ここです。イルパスティフィーチョ、マトリチャーナ、サンボルナ、ラザーニア、カーチョペッパー、グリーチャとかは常にあるんです、メニューで。それ以外の今日何があるか食べてみます。シーシーシーくらす、まあ、なんかいろいろある。お店はこんな感じのすごい小さいお店で、もうすぐそこにパスタを作る機械があります。ほら見てくださいよ、ラビオリとかメンツァマリケイタリアティーニ、イタリアティーニとかありますよ。ガトーディバターってとか、ラザーニャはいつもあったかな。クッセティエロ、セッティエロ、なんだこれ、パンの中に何かが入ってる、サルシッチャ、食べたことないですね。なんだろう、まあ、メニューデルジョールのオージー、結構でメニューデルジョールのオージー、フェスタ、え、オージー、フェスタ、24マッチョ、ああ、フィンジーラガルボナーラ、ベリッシュ、ああ、これがベラガルボナーラ、ジョーロジャーラ、ジャーラ、グリッシュ、コメスキアマクエストパス、クエストパスタケジーラ、スパゲットネ、クエスト、あ、フラジ、フリジリグラニアン、ナカルボナーラ、アビナベネ、クエスト、トナレンロ、オッケー、アンベネ、インベチェクエストケコゼ、クッセティエロ、あ、ペペロ、あ、オッケー。マンジョー、マンジョークは、はい、こういう感じの内装で、あそこにはね、ラビータユナコンビナツヨンディパスタエマジアというフェデリコ・フェリーニの言葉があります。それにしてもね、今日ね一生合わせがあってひどくないですか、これめっちゃパッサンって切られたし、後ろもねこれこれパッサンってめっちゃ切られましたよ。毎回こうなるんだけど、髪の毛ベタベタだし。この映画はいつか、いつ出るんでしょうか。あー、行きましたよ、これです。今全部セルフサービスなんで、でも座って食べれて、これね、さっきあのタリオリーニにしましたけど、生麺で6ユーロ、どうですかこれ、美味しそう。量は結構あると思います。いただきます。これうどんのような、あ、結構いけるよこれね、6ユーロだったら絶対あるよ。これ以外にもグリーチャも食べたことあるし、ニョッキアラソレンティナとかも食べたことありますけど、ありですね。もうちょっと気持ちね、あのベーコンカリカリに押してほしいなとか、そういうのはね、あるけど、絶対おいしい。いいでしょ。めっちゃ。だから、アマトリチャーナとカルボナーラとかは、グリーチャとかカーチェベッカ、これ、この4つは常にあります。麺も選べる。あのスペインヒロバの 4.5 ユーロの。あそこよりも味は全然美味しい。
あそこもパスタフィッシュだけど麺が全然悪い。この辺のね、働いてる人もみんな食べに行ってます。結構持ち帰りが多いけど、軽めに済ましたくて安くて美味しいパスタを食べたい人はおすすめだと思います。結構クリーミーでしょ。で、気のせいかもしれないけど、お持ち帰りにするよりもここで食べた方が美味しいな。作り手もちょっと力の入れ方が変わるのかな。最近どんどん値段も上がってて、カルボナーラね、15ユーロとか、ね、高いとこ17ユーロとかね、あるから美味しいのかなって思うんだけど、うん、完食でございます。見てください、女性の方とか普通ね、無料ぐらい食べる方だったら十分にお腹いっぱいになると思います。ということで、このイルパスティフィーチョというテイクアウトできるパスタ屋さんのパスタ、ランチルーティンのリストに入りました。ごちそうさまでした。はい、もうちょっと頻度を上げて投稿していこうと思います。じゃあね、またね。